前回の配信と同じで、そうそうそう、酒飲むならね、酒飲むならどこでもいいんですけれども、なんだろうね、この小汚いやつは。ウランちゃんっつうの、ああ、あれか。ということで、皆様、どうも、僕の顔を見たかった皆さん、画質が低いんで、僕の顔も今日は、低画質モードでお届けします、いいんですよ、どこで飲んでても関係ないじゃんね。あ、服この間買いましたよ。服この間買った、じゃあ皆さん、とりあえず飲みましょう。乾杯し、今日は新宿からお届けします。まだまだ時間早いんですけれども、やばいっす。今日ですね、こっちなんかね、なんかね、客引きがうるさいらしくてね、警察だらけなんだよ。警察だらけ。警察の数いたいぐらい。あれですよ。ちょっとこれ、やたら客引きキャッチにうるさくて。まあ、警察なんか警察じゃないのかわかんないんだけど、たくさんいます、たくさん。1人、もうなんかね、定期的にいまして、2人、3人、なんかね、等間隔でいるんですよ、等間隔で。ひたすらぼったくりに気をつけろキャンペーン中らしくって、相変わらずすごいよねこれ。客引き禁止、注意、後悔しますよ。そんでこれね、次のような行為をさっきは警官までいたんですよ、警察官まで。でだけれどもキャッチの人たちがこうやっているっていう、こう客引きを取り締まる人がいるにもかかわらず、相も変わらずこの新宿って、それでもこうやってね、もうキャッチの人たくさんいるっていう、すごいよね。平気でキャッチしてるこの SP みたいな人たちがたくさんいる中に、ほらたくさんいるでしょ。こういう人たちがさ、こういう人たちがね、たくさんいるでしょ。完全に俺ら撮ってるね、カメラで。そうですけれども、こんな感じですごく多い新宿のここね、東口なんですよ。東口じゃねえや、西口、東南口かな、南口、なんかそのあたりです。キャッチひどい地域でもないんだけどな。あ、じゃあこれね、多分こんだけ今日集中的に取り締まりしてるなら、東口とかすごくなってると思いますよ。いつものやつとか。東口でしたっけ、ここって。そっか。向こう、ゴーホーハーブどこ？ゴーホーハーブ販売されてるらしいよ。ゴーホーハーブどこに売ってんの？ゴーホーハーブ。あ、これね、絶対ね、あれですよ。私服警官。わかります。絶対私服警官。まあ多分後ろつけられ始めるんじゃないかなと思いますけど、こうやってね。
ノートパソコンを片手に持っている男が何か事案を起こさないかどうか見張られ始めると思います。まあとりあえず人が多い、何口だっけかな、ここ。とにかく東口、あ、南口思いました。今日、南口から配信しようと思ってます。花園公園。あ、花園公園ね。この間、事故があったとこどうなったの？事故ね、火事か。この間、火事があったとこどうなったんだろうな。そう、東南口。あのね、あそこはですね、バスターミナル、新しくできたバスターミナルのところ、最近バスターミナルのところが外人だらけ、外国人だらけ、そうゴールデン街に。まだ今飲み始めたばっかりで、待って、俺に酒を飲ませてください。すみません、お酒売ってるコンビニ探してるんですけど、コンビニあんまないですか、この辺。コンビニはですね、そこの十字路を右行くとローソンがあるんですけど、はい、お酒あったかな。それかそこに行ってセブンイレブンもあるんですけど、はい、セブンあります。わかりました。お酒売ってるかは 100% じゃないんですけど。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。じゃあ警備員じゃないよ。今日は外飲みです。前回と同じく僕はちょっと低予算外飲みをするためにコンビニを点々とうろついてまた配信しようと思ってますけど、区の職員は俺にあれだろ、酒がどこに売ってるか聞かれたら答える義務があるんでしょ。だって僕の納税してるじゃないですか。僕納税してるから、その僕の税金で、食わせてもらっている区の職員は僕の質問に答える義務があるんですよ。何やってんの？怪しいんだけど。何やってんの？何なんだろう、一体。何なんだろう、一体。漫才の練習か。怪しい二人だなと思った。何を言いたい。あんな網戸の方向に向かって。